みなさん、こんにちはということでですね、ちょっと農繁期で、すごくですね、ちょっと忙しかって、ライブができなかった、申し訳ございません。だいぶですね、落ち着きました。はい。ちょっと早速、ビートでシェアをしますかね。はい。はい、ライブできてますね。それじゃあ、フィードでシェアということで、はい、シェアをする。ライブで、電話取れない。電話が取れない。やばい。どうしよう。ちょっと。このまま行きたいと思います。ちょっと、はい。はい。はい、はい、はい、はい。だんだん焦ってきたね。いや、どうしよう。すいません、もうちょっとはい、まあちょっと後から電話したいと思います。はい、改めまして皆さん、こんにちはということでですね、お元気だったでしょうか。今日はですね、実はですね、昨日まさき風致の勉強会の一環としまして、岡山の龍泉寺っていうところがあるんですけれども、そこに行ってまいりました。で、まあ、まずですね、まさき風致ってなんやねんっていうことがありますので、それをちょっとお伝えをしたいと思います。皆さん、まさき風致ってご存知ですか？知らないですかね。はい、この度ですね、まさき和也先生がですね、人生が輝くまさき風致っていう本を出されました。ちなみにですね、まさき風致って何ぞやっていうことで、ありますけれども、こういったですね、まさき風致のペンディラムっていうのがこうあるんですね。はい。はい、こちらですね。はい。こちらですね、このペンディラムを使いまして、いろいろ健康診断とか潜在意識の探求とかですね、こういったことをやって、いろんな自分の未来とか、そんなものを、これで予知したり、調べていくわけなんですね。ですから、これは、まさき、和美先生といって、もう今は亡くなったんですけれども、日本の、大発明家でありまして、その方が、まさき風致って言って、このダウンジングの一種になるんですけれども、これを、編み出したんです。そして、この振り子、これを使いましてですね、未知の情報の、やエネルギーを探求してですね、そして、自分自身の、この風致を使う人の、未来を、照らしていくというような、そんな、もんなんです。で、例えばですね、この、商品、これが自分にとっていいですかっていうことで、良ければ、こう、ぐるぐると、時計回りになって、悪ければ、ぐるぐると逆の時計回りになるというような、そんな風な使い方があったりですね。私は、例えば、癌になる可能性が何パーセントありますかとか、いうことで、ずーっとこう調べていくと、そんな、パーセンテージが出たり、それは何年後に、なるでしょうかって言ったら、これは5年を指したり、または3年を指したりというような、そんな自分がかかる可能性のある病気っていうのも、これで、見極めていくという。じゃあ、まあ、こういうことを怖いから、怖いじゃないかっていうふうに思うと思うんですけれども、それは怖いことではなくて、今現在の生き方をすればこうなりますよ。今現在の、考え方をすればこうなりますよということなので、その考え方、また生き方習慣、これを変えることによりまして、未来が変わるというんですよね。ですから、例えば、
ずっとね、睡眠を短くとっている人は、例えば睡眠が、5時間の人が7時間とったらどうなるかっていうと、3年後に、ちょっと病気になるよと言ってたのが、病気にならなくなったりですね、っていうのをこれでまた測るわけです。仮説を解いて、これをしたらどうなりますかっていうことで、まあ、そんなことで、これはもう健康にも使えますし、私たちがやってる経営にも、経営判断にも使えますし、まあ、いろんなもんに使えるっていうのが、正木風痴の、もんなんですね。それを私は、まあ、ずっと、勉強をさせていただいてるわけなんですけれども、はい。これがもう、正木風痴、なんか怪しいっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、自分の、未来を自分で、まあ、こういうふうに見てですね、そしてその、まあ、何ですか、災害とか、また、そういった病気とか、また会社の、赤字であったり、倒産であったりっていうのを避けながら、人生をうまく、こう、自分の思ったようにしていくという、道しるべというかね、羅針盤というか、こういうものが、これを使えばできるよということなんですね。はい。まあ、そんなことでですね、やっております。それで、この正木風痴、ですけれども、どんなものかというとですね、風痴の、あ、そうそう、そうだ。これを見せればわかるかな。ちょっと変えますね。はい。はい。ちょっと表示にします。見えますかね。はい。これがですね、このペンデュラム、こちらの方ですね。これが、こう、吊るしまして、そして、この表ですね、マイナスなのか、プラスなのかっていうことで、こう、これが揺れていくわけです。ずーっとこう揺れていって、マイナス10のとこを刺したりなんかしたら、マイナスのエネルギーダメだよということ。逆にプラスの10とか20を刺すと、あ、これはいいですねっていうような、そんな、表になるんです。この表のような形で、分度器の表のみたいなものになるんですけれども、そういったものを使ったりですね。まあ、こういったもんですね。はい。それとか逆にこういった、まあ、十字架みたいな、ペケですね。それをぐる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 と、この上をぐる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 回るんです。この、ペンジュラムがですね、これがぐるぐると回る。そういった見方もあるんですよね。はい。ですから、この、まさき風痴を取得することによりまして、すごくですね、まあ、良くなっていくというような状態になりますので、よかったらね、このまさき風痴の、新刊、人生が輝くまさき風痴を買って読んでみてください。いろんなことを書いてますんで、勉強になったり、こんなことあるのかっていうのがわかると思います。はい。それで、実はですね、この正木風痴のペンジュラム、こちらの方がですね、もう、欠品になっておったんですけれども、これがやっとですね、入荷ができるようになりました。はい。こちらはですね、正木風痴ペンジュラム13,200円で、販売を、しておりますので、もしね、ちょっと若干ね、これと違ってきますんで、ですが、この一種はね、それぞれ正木先生が、探して、作るということなんですけれども、こちらの方をですね、当社の方も扱っておりますので、ぜひね、また皆さんに、お伝えしておきますので、興味のある方はまた、ご連絡ください。まだ品物がですね、届いてませんので、品物が届いたら、こんなもんだよということを見せていきますので、よろしくお願いします。はい。今日はですね、それ以外にも、ちょっと、岡山の龍泉寺の方に行ってきたことをお知らせしたいと思うんですけれども、今ちょっと電話もかかってきましてですね、ちょっと、電話をかけなくっちゃダメなので、今日はこれで終わりたいと思います。正木風痴、これを、また、来週にでもですね、来週か、明日以降にでもですね、ご説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ、さようなら。